かり忘れたな。ようキャラかなあれ、シリーズ出てくるのにな、ゼルダのシリーズで。あーテトラちゃんが、山の中に、山に落ちたからちょっと山の方に行かなあかんな。危ねえ落ちるとこやった。ここは立ち入り禁止、吊り橋補修工事のため森への通行禁止。そんなの関係あるか。ここら辺であれちゃうかだっけな、でん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 出てこんかったっけ。まだ この時期は出へんのか。でん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 言う虫ってか敵が出てくるからな。おあそこに、うわ危ねえ。ちゃんと工事しとけ工事。さあ森の中へ。さあ不気味発見。よう綺麗にあそこ引っかかったな。不気味な音楽やな。でんでん、あ敵ゴブリン、ゴブリンボコブリンか。さあ来たぞ初の戦闘。よし、あれそったれかっこよく組みさせや。 1LP しか落とさんのかい。この上、まあ、これ爆弾じゃないと壊せんのか。妖精の泉、あと伝説の勇者が戦いに疲れこの泉を訪れた時、泉の中より妖精が現れその傷を癒したとされる場所。またその妖精に会った者には金運が持たされと言われ別名金の女神と呼ばれる。ここであれやな、財布アップできるよな。これ最初ってあれやったっけ、100しか持てんかったっけ。100だけ持って、あ来やがった。100だけでそっから200、500、全然覚えてへんけど。よーし、あそっち行くなや金が。あいつ死んだ、生きとるんか、上がってこい。うそやんお前、ふざけんなや。もうテトラちゃんこれ救えるんじゃん上。ほら倒しに行くか。もうあいつがなんで落ちるかな、向こうに。おったそったね。オッケー、いや動くない、危ない、バカ野郎、折れるぞ、折れた。いたたたたた、なんだいその服、ダサ。それよりここは、おいテトラさん、ちょっと本音聞こえとんぞ。そうか、私はでかい鳥に。おーい兄貴、テトラの兄貴。めっちゃその場でバタバイ。よかった、ご無事だったんすね。山のてっぺんに落ちて兄貴を見て俺はてっきり、てっぺん、じゃあ鳥のやつ私を山のてっぺんに落としやがったんでね。やってくれるじゃない、かっこええな。さあこんなところでグズグズしてないで行くよ、やつにこの借りをきっちりと返さないとね。兄貴このことはいいから構ってないでさっさと行くよ。救ってあったのにな、ったくしゃあないな。兄ちゃん、おアリール、こんなところに来たのか。そっち行くから待っとけよ、穴開いとんやから。まさかアリール兄ちゃん、あんやろ
ずっと押してる。いけ、リンク。いけ、まあか。うわ、危ねえ。あ、バカ。こら、もう暴れるんじゃないよ。アリル。なんだって？私たちの船に乗りたい？そうそう。あんた分かっているのかい？私たちは海賊だよ。何の取り柄もないちびっこをして何の得があるのさ。あんたが妹をさらわれて、あと追いかけたい気持ちは分かるけど、それは私たちとは何の関係もない話だろ？そいつはどうかな？おうおうおう、なんだお前、ゆっくり口出すんじゃねえよ。何、俺が言いたいのは、お前さんさえこの島に来なけりゃあの子がさらわれることもなかっただろうってことさ。それはどういうことだい？どういう意味だいか。まあ聞けよ。俺は仕事柄手紙を配達しているからいろんな島に行くんだが、最近各地で娘が誘拐されるって話を聞いたことはないか？何でも誘拐されるのはお前さんみたいに耳の長い娘だって話だ。それに確かさらばれたあの子も耳が長かったような。だからさ、あの鳥はお前さんと間違えてあの子をさらったんだよ。それに森で化け物たちからお前さんを助けてくれたのはこのマーなんだぜ。それは本当かい？マスオさん出てくる。本当かい？ああ、ついでに言うと言っておくと、あのでかい鳥は北の方にある魔獣島を根城にしているらしいで。魔獣島？魔獣島ってあの、どうする、こうする、ゴーするかタクシーの CM。 ここは行きがかり、行きがかり上このマーに力を貸してやるのが筋なんじゃないかい？くっ、あなたに言われなくてもそうするつもりだったさ。魔獣島ってところは最近不気味な噂が絶えない場所さ。まさかそんなちんけな剣だけで乗り込もうなんて本気で思っているんじゃないだろうね。こんな平和な島にだって自分の身を守る盾になるものぐらいあるだろう。そいつを手に入れてきたら船に乗せてやるよ。それと言っておくけど、一旦船に乗ったらしばらくは帰ってこいないからね。親を悲しませないようにちゃんと挨拶してくんだよ。40秒で支度しな。ばあちゃん、盾借りるよ。まあどうしたんだい、ばあちゃんに教えてくれよ。アリルはどこだい、まだ外で遊んでいるんだろう。ばあちゃんすまねえ、ちょっとこれは事情があって言えねえんだ。ちょっと盾は借りるぞ。盾がない。ばあちゃんが後ろ向いてやがる。まあお前が探してるのはもしかしてこれかい？そう、それなんですよ、ばあちゃん。持っておいき。ありがとうばあちゃん。伝説の盾、ゲット。ばあちゃん。どうやらアリルがさらわれたっていうのは本当なんだね。あの幼い子をなぜ、ばあちゃん。悲しい。すまないばあちゃん、行ってくるよ。その前に街を散策しようと。この下にな、確かあのあれなかったっけ、ハートのかけら、ハートのかけら、うん、なんかあったような気がするわ。かわいいよなこれ、しゃがみながら。OK、 軒下に OK、 いったぞ。よし、ハートのかけら、あ、こっち100ルーピー、マジかよ。ハートかけちゃかったっけ。あ、あぶねえ。あ、これってあれだっけ、100初期って100ルピーちゃかったっけ。てかここハートのかけらやったと思うんだけど、
あれか、リメイクになって変わってきたんか。てっきりここがハートのかけらや思った。あとはあの家にあの豚を持っていくのと、あっちの家にもな、軒下、ベッドの下になんかあったような気がするねんな。あんたは何してんの。まあ、さっきの音何かあったのか。それじゃ立派な剣だね。それにしてもで、ね、それでこの辺の雑草買ってもらえると助かるんだけどな。ちゃんと報酬あるやろな。これでなかったら怒るぞ。全部買ったぞ。金くれ金。多分いろんなものを評価するし、草刈りするのも嫌なことばかりじゃないよ。うーわこいつ、草刈りさせるだけさせて何もくれへんかったし、クソ野郎やわ。じゃああいつの家のものをちょっとかさってこようか。この下は何だっけな。あったー。お、20ルピー、意外と嬉しい。まあ草刈り分のカレーとしておこう。あとは3匹ぐらいおるんかな、豚をちょっと家の住人にちょっと持ってたろ。OK。草生えるの、はいや。絶対そんな家住みたくないわ。1、2、3。オッケー、あげたんやからなんかくれるよね、あんたも。もしかしてその子豚たち、わざわざ見つけて連れてきてくれたのかい。あら、ありがとね。前から帰りたいと思っていたんだよ、子供たち。もう帰ってきたらきっと喜ぶよ。まあ、手を出してごらん。これはほんのお礼だよ。受け取っておくれ。オッケー、20ルピー。それとこっちは、私家族を連れてきてくれた感謝の気持ちだよ。ありがとう。そしてもう一つ、これはあなたへのお祝い。はい、おめでとう。めっちゃくれるやん、この人。さあ早速この子たちに名前をつけてあげないとね。鶴馬、まあ、何があったのかい。なんだっけ、顔色悪いよ。まあカクカク近々。よいしょ。この上とかなんかなかったっけな。これで屋根裏部屋に行けたよな。金とか要素はなかったっけ。よいしょ。ぼちぼちか。ちょっと物色してくるわ。さあ物色も終わったから、やっとっていうか、いよいよ海賊船乗りに行こうか。その前にテリーさんのところ、この買い物も重要やねんな。お客さん、テリーのお店は何でも揃うよ。いらないものないか。あったら見せてみろ。高く買い取るよ。欲しいものないか。これの餌袋が大事だよな。ごまだれ。餌袋手に入れた。餌が入る便利な袋。最後8個の餌を入れられる。中身よか、それで OK。 メンバー使うポイント貯めるといいことあるね。うちの店はすごく良心的。靴の店こんなサービスしてくれないよ。これで30ポイント貯めてシルバー会員を目指してください。でこの餌がええよな、万能餌で3回分。 Thank you! 30ポイント貯めてね。
で、3。Thank you! Thank you! これも何個かとこが。ひょい飲み。ひょい飲み手に使うとカモメがやってくる。で、あのカモメを扱える。Thank you! これも3個ぐらいかとこか。オッケー、バイバイ、また来るね。よし、じゃあこれだけ整ったから、さあ魔獣島に行こうじゃないの。ずいぶん古びたってだね。今でも使えるのかい。まあいいや、それじゃあ出航するよ。いいかい。いいよ。まあ頑張れよ、アリルちゃんのことよろしくね。体に気をつけるんだよ。お土産も買ってこいよ。あれはばあちゃん。ありがとうばあちゃん、また帰ってくるよ。いつまでやってるんだい。あんたやっぱ行くのやめておいた方がいいんじゃないのかい。そんなんじゃこっからこれから先が思いやられるよ。なんだったら今からでも島に戻ってやろうか。さあ船が始まった。まあふらふらしてるとみんなの邪魔だよ。あんたのことはニコに任せたから、下に行って何をすればいいか聞いてきな。よいしょ、ゴンゾよ、そろ北の海に向けて面影いっぱい。こんなとこ突っ立ったら気が散るじゃねえか。邪魔だ邪魔、お前は下のニコのとこ行ってろ。みんな厳しいな。うーむ、それにしてもニコもうまいことやりましたな。下っ端の仕事はそりゃ厳しいことばかりでしてな。ニコも兄貴気取りで張り切ってるようですな。まあ逆らわずにうまいことやるんですな。こいつは何だっけな。よう、お前はまあって言うだよな。変な格好してるな。そいつあれか、お前の島で流行ってんのか。だけどその格好どっかで見たことあるんだな。それは有名なあの勇者様の服やからな。ちょっとこれ、お待ちよ、ここから先はテトラの歴の部屋だわさ。私たちだってメタに入れないんだ。よそ者が入れる場所じゃないの。ああ、テトラさんの姉貴の部屋はさすがに入れへんか。お、ニコ。いよ、新米、おいらは5本。今日からお前の兄貴分のニコ様だ。たっぷり可愛がってやるから、言うこと聞くな。じゃあ、まずはじめに、新米カイドが試験をするぞ、するぜ。覚悟しな。おいでこれからやることをよーく見て頭に立て込むんだぜ。まず最初にここにあるスイッチを押すんだ。近づいて、まあ、スイッチを押したらスイッチを押せるぞみたいな感じやな。リフトが下から上がってくるからこいつにジャンプする。ここから先のリフトにジャンプして進むんだが、遠すぎてジャンプできないだろう。そういう時はこうするんだ。
ロープにはジャンプすればぶら下がれる。左スティックで揺らして A で離す。よ。どうだ、やり方分かったか。これを続けてこの先の部屋の入り口まで行くんだ。リフトの上がってる時間は短いから、それまでにたどり着かなきゃそれでおしまい。チャー、ここまでするのに最低でも1年はかかるな。まあそれより早くできたら褒めてやるぜ。さあやってみな。とりあえず下げて、はい、バイバイ。さあやろうか、懐かしのゲーム。よいしょ、オッケー。あぶねー。はい、もういけるよ。はい、え、もうできたの。おいらも兄貴分として、羽が高いぜ。あれ、買って投げてもいいかな。いいよな。よし、向こうにある宝は、お前にある猫様からのお祝いだ。みんな車に早く持って行け。ラッキー。ごまだれ。獲物袋を手に入れた。主に敵から手に入れたアイテムが入る便利な袋。最高8種類のアイテムが手に入る。アイテムが入る。中身を見るときはカーソルで。おーい、おーい、まあ魔獣隊に着いたよ。早く上がってきな。さあ行くか。どこかな。おっ、おーい、まあこっちこっちだよ。ここから登れってことね。よいしょ、あれが魔獣島か。すげえな、サーチライトでバンバンに光ってやがるぜ。ニコと何やってたんだい。まさかお宝かけてゲームとかして遊んでたんじゃ。ギク。まあいいや。それよりほら、あれが噂の魔獣島さ。なんでも昔はこの辺りで私たちと張り合っていた神経な海賊の隠れ島だったらしいんだけど、今じゃ見るからに物騒な場所になっちまってるね。ほら見てごらん、あそこ。どこどこ。あそこか、あの窓のところ。あのカモメたちに見覚えがあるだろう。多分あそこにあんたの妹が閉じ込められてるに違いないよ。それにしても警戒が厳重だね。これじゃあ上陸する前に見つかっちまうのがオチだね。どうしたらいいかな。なんだその意味は。なんだこれは。ふんぐふんぐふんぐ。あんな危ないところに行くんだ。これぐらいしないとね。私たちもいつもやってることだし大丈夫だって。みんな準備はいいかい。しくじっちゃならないからね。派手に飛ばすんだよ。3 2 1